よう。ご飯食べた？口にいっぱい入ってるけど。もぐもぐ。はい、僕もご飯食べて。これ食べてるの？大好きだよね。これ食べちゃうよって。食べるって食べてあげよっこ。着替えするよ。着替えだよ。タッチ。みんなタッチ。タッチ。こんにちは、しほです。今日は久しぶりに休日の Vlog を撮っていこうと思います。ちょっと救急車やらパトカーがピポピポ言ってますが、今日は2日間を撮っていこうと思うんですけど、ちょうど今お盆期間中の最後の週で、我が家はもうお盆休み特になく普通に通常運転だったんですけど、普通に土日なんですが、土曜日は6月に高校の友達が出産をして、そう、やっと生まれた赤ちゃんに会いに行きます。嬉しい、楽しみなのと、そのままホテルに泊まって、明日は子供館とかに行って帰宅しようかなっていう週末を Vlog 撮っていきます。で、急遽ホカンス決めたので、こんな感じでパッキングしました。これこの間のパッキングでも紹介した圧縮袋です。こっちにも使ってある。こんな感じです。これの片側におむつ入れていて、反対側に子供たちのお洋服入れてて、これ一つにまとまります。パジャマとかも全部入ってる。で、ここに私のお洋服はそのまま入れてあって、1個絵本でしょ。で、子供グッズ、これは離乳食、靴下入れてあって、今回はこの小さい方の1泊2日用で全部まとめちゃいそうでした。メイク、スキンケアにアイロン入れて、あとスリーパー入れてなかったね。スリーパー、うん、入れよっかっていう感じです。で、これはお友達への手土産と、私のカバンの中にちょっといろいろ夏グッズ入ってます。こういうやつとか、このポーチの中にヒアタオルとか入れてます。これ視聴者さんにいただいたの、かわいい、ありがとうございます。大好き、タツポーチ。なんだかんだね、このタツポーチが使いやすくて、この中にこんな風に物いろいろ詰めてます。夏は欠かせないね、この汗だれのクーリストねとか、気を気に入れるラブクロームとか入れてます。
はい、ということで今お友達のお家からホテルに向かっております。でちょっと喉乾いたんでコンビニでパパが飲み物買ってくれているんですけど、子供5人遊んできました。赤ちゃんめっちゃ可愛かった。もうすごい懐かしい気持ちになった。で最後車に乗ろうと思った時に長男がプールに入ると言ってプールに片足突っ込んだんだよね。だから今我が家の車の前で今ここで干しています。乾くといいね。どうだろう、いけるかな。どうかな。でコーラ買ってきてもらいました。ホテルに行きましょう。チェックインしよう。チェックインしてもすぐご飯でもいいんじゃない。聞いてる？すぐご飯でもいいんじゃない。待って、外気温42度なんだけど。びっくりしたんだけど、暑いわけだ。ジョンジョンってやってんの？あれがあるこれがあるよ。あれがあるよ。出しちゃダメ。見て。見て。ちょっと見て。イエーイってやって。スリッパと歯磨き履いてたね。開ける？開けてみて。開ける？これ押した押した、ありがとね。あ、ここお外見えるやつだよ。え、違うっけ。なんかそっち側だよね。そこが中華とかだったから。見て見て、美味しそうだよ。食べて。好き？ハンバーグ。よかった。じゃあこれ食べよう。美味しいよって。お姉さんが気に入った。美味しかった。食べられそうなものいっぱいあったよ。よかったね。これ今の？飲む？はい。動くね。
テルもさ、もう10年ぐらい前に泊まったよね。そうね。暑いね、でもやっぱ。うん、ちょっと何か買ってお部屋持ってこっか。うん、いい感じだよ。夜景を眺める2歳。うん、お月様も出てるよ。じゃーん。お月様。お月様。お月様と遊びたいの？じゃあモニカのお父さんに取りに行ってもらわないとね。お月様取ってって。もう寝る準備です。で、いつも通りママフィー持ってきて、スリーパーですね。はい、持ってきました。はい、もう弱い、もう。で、ベッドガードも用意でいただいたので、ベッドガードつけてもらっています。ご飯どうだった？今日美味しかったよね。うん、フラダンスをね、見たんだよね。すごいね、夢中でね。見て、見て。ちょっと、大丈夫ですか？はい、フライヤーがなんとダイソンでした。使うの楽しみ。おはよう。おはよう。おはよう。はいはい。電車いない？電車さ、今駅に止まってるよ。見てごらん、そこ。動くかな？駅に止まってるの？駅に止まってるよ。あ、電車向こうから来たよ。線路見ててね。あ、向こうから来たよ。ママ、ママ出てんね。はい、窓際は暑すぎる。エアコンもうちょっと下げてもらっていい？ほら、電車切ったじゃん。ほら、そこにいるじゃん。色が分かりにくいんだね、電車。ほら、来た。来た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 。来たね、見た？分かる？電車乗りたい。電車来た。電車乗りたい。あ、電車駅に到着です。恐竜さんのコップいいね。出ましたけど、なんかグズグズで、パパじゃなくて私でやっと寝ました。今日はちょっと朝からご機嫌が割と斜めで、なんかいろいろ自我というか、こうしたいみたいなのがだいぶ出てきた気がしています。荷物まとめて子供館に遊びに行きたいと思っています。私髪の毛やってないんだけど、一旦この状態で寝ちゃったので、もうちょっと深い眠りに入ったら抜け出そうと思います。氷入ってますね。氷もらってきてくれたの？あ、あんま氷食べないの？
うん、僕の水筒です。夏はねこれ持ってってるね。ペットボトルでも飲めるんですけど、ペットボトルだともう夏だとねすぐね暖かくなっちゃうんで、この水筒は必ずお出かけの時持ってきています。お湯をお願い今からどこ行くの？浜まで行きます。お父さんです。そうです、お願いします。お願いします。氷冷たくない？あ、そう、ごめんね。冷蔵庫から。冷蔵庫で冷え冷えじゃなかった、失礼しましたね。どれにしようね。美味しそうだね。ココアもう食べましたってバナナ握りしめてます。怒ってる人寝てる。寝ちゃいました。子供館に行ってお家に帰りたいと思います。めっちゃ遊んだねパパ。なんか私も行ったけど上までのやつ、ネットのあれめっちゃ暑かったよね。なんかあそこさ1階は多分エアコンが効くんだけど、上に行くにつれてさどん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 エアコンの効きが悪いっていうか、効いてないのかなあれ。熱気もある太陽の外からの熱に追いついてない。ああめっちゃ暑かった、びっくりしちゃった。でもめちゃくちゃ長男は楽しんでおりまして、今タブレット見てるけど多分時期に寝るんじゃないかと思っております。で帰りはスーパーに寄ってお家に帰ります。帰宅しました。ちょっと目がもうパサパサだったのでメガネにしてます。帰りにスーパー寄って帰ってきました。今日は焼肉にします。お肉焼いてね、熱いね。焼いてくれる？ありがとう。出してくれる？またまだ出さなくていいから後で出して。これ買ってきたよ、じゃーん。シャインマスカット安くなってた。1200円ぐらいだったかな。大体1900円ぐらいするイメージだった。1200円だったから買っちゃった。あと梨も出てたので梨買っちゃいましたね。あともう今すぐ食べたいスイカ、ちょっとスイカ食べちゃおう。いただきます。食べる。あとはお野菜だったりお肉だったり。牛タン。やめてって。あ、じゃあさ、何にされたの？嫌だったの？じゃあさ、もっと奥に座りな。はい。
缶でしょ、これどうじゃ、おむちかよ、おいしょ、はいね、なに、なに、もうお腹空いてるの、どう、ね、お風呂さ、洗うの一緒に手伝ってくれない、おうち焼肉は最近仲間入りした岩谷のマルチスモークレスグリルです。じゃーん、岩谷の焼き丸っていうのがすごい有名だと思うんですけど、それのなんかちょっとアップグレード版っていうのかなです。めちゃくちゃ煙出ないしいいのでおすすめです。人参も焼いとくね。質問をいただいたんですけど、煙の量はこんな感じです。ちょっとここら辺に見えるかな、まあ、一般的なやつに比べたら油めっちゃ飛び散らないですかみたいな。よくさ新聞引いてやる人とかもいるじゃん、のさ下に垂れるんだっけ。だからその後処理大変ってこの間全く思わなかったよね。床にまで飛び散るとかはないよ。にいながら食べてます。私たちもさ家でさ焼肉食べられるのはもちろんなんだけどさ、長男の喜び具合がやばいよね。なんか一回私が実家行った時パパがいなくてみんなで焼肉行った時が楽しかったらしい。こんな感じで少しはねやっぱ油汚れあるけど拭き取ればいけるの で周りもねそこまでテカテカって感じではないです。多分新聞とか敷いてやったらもっと片付け楽なのかもしれないです。
ニーニーが好きなんだって、一緒に遊びたいんだって。